時代をつかみ取るね、うん、すごい力を持ってらっしゃる方なのであの今日楽ししみに来ました、はい、で読ませていただいて、まあ、ちょっと読んだら随分前なんで、うん、正確に全部記憶してないんですけれどもあの今日聞きたいこともたくさんあって5年10年先のことなんだけれども、うん、だけども今から取り組まなければいけないテーマとも重なってるんでね。 例えばででもっっちゃていいすかどんどん進めてください、お二人の強兵のところでね、講談、多分これ一番後ろの方だったんだけど、北岡先生の西太平洋連合を評価をされていたじゃないですか。で、あれは一つの私はアイデアだと思うんですよ。米中の狭間にあって、日本や、あるいは太平洋諸国、オーストラリア、ニュージーランドがチームを組むと。 でそこの架け橋にするんだと、うん、アメリカは入れない方がいいという考えでしょ。でこれだから三層構造にして架け橋にするんですそれは日本が僕は仕切っていけるかどうかなと思っててむしろアメリカと組みながらどうやって中国と対話をしていくのかということの方がいいのではないかという立場で,でその立場で言うとですね、うん 今年大事なのは、ね、日本の外交大戦略が問われるまさに G7 の議長国じゃないですか。うんはい、で議長国っていうのはあのアジェンダの設定をするることができる、うん、広島でサミットをやるから、うん、あのいわゆるう核を使わない世界をどう作るかという密筋を作るという大テーマがあるけれども、うんはい、G7 でアジアから参加してる日本だけなので。うんはい あの尖閣含めて台湾北朝鮮などこういうね東アジアの地政学リスクをね欧米にも理解してもらって関与させるという大戦略のもとで外交をやるべきだと思うんですよ。はい、で議長国っていうのはねアジェンダ設定だけではなくてね招待国を選ぶことができるんですよ。だととするとね G20 の今年の議長国のインド、それから ASEAN アアの議長国のインドネシア、はい、あるいは北朝鮮の問題を議論するんだから韓国だって読んだっていい、うん、オーストラリア読んだっていいと、うん、G7 という先進国クラブにもっとね、インド太平洋の問題に向き合わせるというチャンス、そこでね、はい、どうやって平和を実現するかっていうようなね、うん、仕掛けられるんで、うんうん、だとすると僕はだって、G7 に入ってるんで、 第三極的なものを作るよりは中国に対してどう向き合うかというチームを拡充していったほうがいいんではないかと僕の立場なんですよ。はいはい、ということなども含めてちょっと現実横っ飛る問題も含めて意見交換できればありがたいいなと思いますいやいやもう最初から大興奮の,あの反応したくなるお話いただいて <laughs> しかも野田総理のなんですか、ね、広い外交秩序のお話をいただいて。 あの僕も基本的にそれはあの全く一緒なんですねただあの僕がこういうあの北岡さんの話を使いながら第三極的なのを作っていく方がいいっていうのに指示をした理由はですね、うん、その日本の中ではあのともすると親米か反米かみたいなところで非常に分かりやすい議論が出来上がっちゃってるということ、うん、そしてその中で親米であるっていうことを前提にして でこうウクライナの戦争とかもに対してもこう日本側はそっちに着くのが完全に正しくってっていうふうにやっているっていうねその何て言うんですか社会の論調そのものに少し待ったをかけたかったそれは当然ですねロシアを支持するという意味ではなくてですねあの北岡先生の本の中で僕が一番面白いと思って引用したのは。 もしアメリカにはしごを外されたとしても、なお生きることが生き続けられる日本を考えなきゃいけないっていうね、この緊張感っていうのがやっぱり今の日本に本当にあるんだろうかっていうのを一つ提案したかったっていうのがあるんですね。で、そういう意味で言うと、その野田先生がおっしゃったのとどこが重なってくるかっていうと、その G7 でアジェンダ設定ができるとか、欧米の関与を引き出すっていうのは、これは日本が主体的になって、 やっていくことができるそこに当然アメリカも深く関与しているっていうことなんですけど僕にとっての問題というのはあ第三極を形成する云んというよりもどうやって日本が アメリカに対してそのです、ね、少しでも自分たちの主人公としての立場を理解してもらって要するにプレゼンスを広げていくっていうことですねその方法の一つとして、まあ、あの野田先生はこのすごくちゃんとお読みいただいているのでアメリカを排除した上でのインドネシアと日本が EU におけるドイツとフランスのような役割をするっていうそこに先生は反応していただいてそのアメリカを排除する必要性はないんじゃないかっていうのがありましたけどそれは当然その通りですね。 ただ、2つあって1つは本当に何かギリギリになって、えー、アメリカと中国が手を組むようなことその将来起こるかもしれないような,なですか、ね、本当に考えられないような事態すら政治家という人は念頭に置きながら動いてほしいしその上で今言ったような直近のことで言うならアメリカに対してどれだけプレゼンスを持っていけるかということの1つとして、まあ、書いた。ね。 インドネシアに注目するってだからこぼしろくてですね、ええ、あの去年の G20 の議長国、インドネシアじゃないですか、ええ、私ね、あそこで共同宣言まとめたでしょ、ものすごい難しかったと思うんですよ、ロシアに対する批判、非難をきちっと位置づけてるんです、うん、G20 の宣言の採択。ええ、ただあの、ロシアも入ってるんだよね、G20。うん、異なる意見もあったということを盛り込みながらも、うん 全体としては避難をするという、これすごい外交力ですよ。うんうん、だからトップも素晴らしいねジョコ大統領だけどインドネシアのそのスタッフというかね含めて外交力感じたんでインドネシアと組んでいくというやり方はまさにその通りうん、うん、でいいと思います。ただ私はね確かにアメリカがねだく頭越しに。 中国とつながる可能性、えええ、それは過去もあったんで、否定はしませんけれども、また時折、内向きにいっちゃうじゃないですか、はい、か内向いたり外出たりと、よく捉えどころがないところがあるから、うんうん、逆にがっつりとですねチームで組んでいくというのも手だと思ってたんで、基本的な認識は、ほぼ一致するからというふうに思いますね。 今年の話ちょっとついていっちゃったので、はい、どん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 行きましょう。セブンの議長国なんだけど、<laughs> もう一方で今1月で安保理の議長国なんだはい、<で>そうですね。で、安保理というのは、うん、あの拒否権を持った5大ね常任理事国に国連総会で選ばれる10カ国、非常任理事国が入って10カ国で交戦ですよ。交戦しますよね。まあ国連の中で一番重要な限りじゃないですか。その日本は 2>, あの2年間の非常任理事国の任期が始まって、うん、初っ端に議長国なんですようん、うん、でこれでね、2023年、世界がどうスタートするかってとても大事で、うんうん、私は心配してるのはね、カレンダーでいうと、うん、来年の3月に、ロシアも、うん、ウクライナも大統領選挙があるんです。ね、で大統領選挙、近づいていけばいくほどね、引、うん、かないですよ。はい エスカレートします、ねうん、それはあの戦争を始めたプーチンは引くに引けないし、うん、国民の批判も高まるから、はい、エスカレートするゼレンスキーだって引けないですよ。うん、とすると引けない状況が近づく前の、うん、今年の前半までにね、うん、あのもちろん、ね、あの日本はウクライナを支援しロシアに制裁をする立場だけれども、うん、だけど新興国を含めて 避難はするけど制裁はしないっていうのがいっぱいあるんでね、うん、その人たちを巻き込んでウクライナとロシアの戦いを止めるにはどうしたらいいかとそれはまさに今議長だから、うん、その先べをつけるの大事な役割だと私は思うんですけど、うん、それがまだ見えてこないんですよね。などねあの強,強兵の部分の,、はい、あの安保戦略みたいのが去年、うん、あの3文書ができたけれども。はい 外交大戦略がないところに今の日本の問題を私は感じますね今直近でおっしゃったその見えてこないっていうのがいわゆる外交戦略が日本が見えてこないということなんでしょうかというのはそのインドネシアがあれだけのものをまとめられたといった時にそのスタッフの優秀さとかもおっしゃってましたけども今、話を聞いているとあの信念にふさわしい話だなと思っていて日本があ 国連の場面においてもそれから G7 においても主人公というかその中心的なポジショニングにいるんだとこれはある意味明るいというかその袖をまくり上げてやるときなんだと、うん、そのときに野田先生から今の日本の外交を見たときにそのインドネシアに匹敵するような、まあ、国力とか経済力とかそれからスタッフ力を含めてどういうふうに今の日本を見ておられますか。な、うん、うんだだか言ってもね それは成長率はかつてほどないけれどもうん、うん、世界第3位の経済大国であってね外交だけ見てもね、うん、アメリカは今中東外交失敗してるけど、うん、日本は中東との関係はこれまでの歴史もあって信頼関係持ってますよイランとだってきちっと対話できるじゃないですか、うんはい、でアフリカだってあのティカットをやって関係性は持ってるわけです、うん、かなり今中国が入ってきてるとは言いながらもねうん、うんで アジア太平洋の島国も日本でサミットをやったりするわけでしょ。で外交的にはこれまでの蓄積がいっぱいあるんでその集大成をねこの2023年は発揮しなければいけないと思います。でそれはやっぱり戦略的にやるには政治のリーダーシップが必要なんだけどだからこれ岸田さん外務大臣相当長くやったし今林さん外務大臣だけど。 まあ彼らがやっぱりリーダーシップを持ってもともと潜在的に外務省を含めてみんな持ってるはずなんでどう引き出せるかだと思いますよねですからあの私もですねこれ書くときにその北岡さんの読んだって面白かったから引用したというのと同時にあ,あとは現場からの議論というかねなんか から出ててきた部分もありましというのはその外務副大臣とか外務政務官クラスの人とそれこそざっくばらに飲んだ時にですねその今まさにおっしゃった島し地域を回って帰ってきたその日に飲んだんですよね、うん、そうすると例えば非常に細かいものの積み上げであるけどあの太平洋島し当初地域の人たちっていうのは実は中国は今お金でほっぺたを叩くような外交をしていると。 アメリカはやっぱり歴史的な経緯もあって、あとはまあ肌の色が違うとか、いろんなそういうプリミティブなものも含めて、ですねなかなか信頼が東証地域から得られないと、その時に日本がだからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度はすべての作戦だ、うん、中立でなければならないっていう建前になってると。主権を尊重してこなかった だから、みんな勘違いしてるんですよ。根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だっ。うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。<noise>